1年間頑張った自分へのご褒美だ。オタハの秘密基地。どうかご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃはこれだ。デラックス超合金魂ボルトインボックス超電磁マシンボルテス5だ。おー、ついに届いた。今回の動画面白かったらチャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それからちびっこもぜひ大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。2020年ももう間もなく終わるという頃にね、ついに届きました。本当にこれが欲しかったというわけでね、めちゃでかい箱できました。家電サイズです。正義のお値段定価 64,900円ということで、決して安いものではないです。この金額だから買えなかったっていう人もね、たくさんいると思います。なのでね、僕と一緒に遊ぼう。もう今日はレビューというよりは、もう遊ぶぜ。取り出します。おー、やほい。めちゃくちゃかっこいい。放映当時、ポピーから発売されていた、あの、ボルトインボックスのパッケージを完全にオマージュしています。で、このおもちゃは何なのかというと、5機のボルトマシンが変形合体、全高約 360mm のボルテス5が完成。変形合体だけではなく、必殺技、合体サウンドが鳴る。劇中の、こういった技の数々や、5つの楽曲が鳴る。サウンド付き変形合体トイ。中を開けると、おー。5台のボルトマシンと付属品がたくさん入ってます。で、うわ、付属品がめちゃくちゃ入ってます。ディスプレイスタンドとかハンドパーツとか、とにかくいっぱい。じゃん !5 台のボルトマシンを取り出しました。いずれも、さすがはデラックス超合金魂だけあってね、ビッグスケールとなっています。で、今回はね、全部コックピットハッチが開いています。開閉可能になってて、さらにじゃん、コックピットブロック、これをね、コックピットに格納できるんです。早速ね、順番に見ていこう。まずはボルトクルーザー、トレードカラーはレッド、このようにセットします。ほー、このね、ブルーのキャノピーから、キャノピー越しにね、ちゃんと見えます。質感めっちゃいい。手で持つとこんな感じです。結構ね、ボリュームがあります。おー、めっちゃかっこいい。後ろこのようになっています。で、これがサウンドギミックのオン、オフですね。これで、オン。ランディングギアもあります。このように3点を収納。飛行形態はこんな感じですね。さあ、そしたらサウンドギミック。ここを引っ張って、カバーを起こすと、これがボタンですね。このボタンを押すと、じゃん、これでね、頭部になります。で、ずっと、あの、合体待機音が鳴るんだよね。もう一回押すと止まります。で、今回はこの合体待機音がボルトクルーザーにしか入ってません。全部が、5台が合体した後このボタンを押すと、合体完了音声が鳴ります。ボルテス5ってやつだね。で、あとはね、さっき、レッツボルトインとも言っていましたね。でさ、あの、あれなんだよね。これ一個残念なのがさ、このレッツボルトインするときさ、一回、ここを開かなきゃいけないのがちょっと残念だよね。こう引っ張って、ここ開けないとボタンが、ないというね。まあだけど、おおむね非常によくできています。ボルトクルーザーはこんな感じ。
さあ次、一平の乗り込むボルトボンバー、トレードカラーはブルー、セット。これもね、見どころいっぱいあるよ。まずこのプロポーション最高。ここら辺とかさ、もうたまんないね。で、大きい。で、後ろのランディングギア、この辺になっています。見どころポイントね。このランディングギア、まずここが観音開きになってる。こういいよね、なんかこう、精密感があって。いい。で、あとは横の部分。こう押し込みます。ちなみに出すときはここにスイッチがあって、このように出てきます。で、カバー閉じる。はぁ、いいね。こんな感じ。非常にスムーズです。こんな感じ。で、差し替えパーツ唯一ね、今回の、ボルトマシンの中で、これだけなんだよね。ここのカバー。男は黙って差し替えないし。もう差し替え、気になる人はもうこのままでもいいんじゃないかなと思います。中には、フル稼働の手首が入ってます。いいね。たまんない。でね、今回は、サウンドと共に変形合体させるから、一回腕までの合体をお見せします。で、このボルトボンバーには音声ギミックはなし。というわけでいこう。まずはね、ここにロックがある。これ引っ張ると外れます。このロックを外して、このアームを伸ばしていくと。で、ここのダイキャストパーツを内側に持ってくる。こういう感じですね。反対側も同様。今回のオタファテクニカルレベル全部合わせて、そうだな、5といったところだね。続きいこう。アームを下げて、ダイキャストパーツを下ろす。そうするとね、このようになります。そしたら、機種をしまう。これちょっと後ろから見ていこう。押し込む。だから元に戻すときは、ここのスライドの、ところをね、使います。こんな感じ。さあ、そしたら、今度はね、手首を出す。目いっぱい、このブルーのパーツを伸ばす。こう。なんか説明書では、手首ちょこっと出るみたいなこと書いてあったけど、特に出てこないです。で、これ出すとき注意ですね。指が入ってるんで、僕の場合ね、こういう感じで何本か出して、一本は必ず複数本出して、こう。ちょっと引っ張る。ある程度出てきたら、指じゃないところで、こうやって引っ張って、根元のところまでね、出してあげるといいです。で、まあ、ロボットにするときは、こう、グーにしたりとか、まあ、好きなように、整えるって感じだね。フル稼働の手首は、反対側も同様。こんな感じ。で、カバーを閉じるときは、このイエローのパーツの中に、しっかり拳が入ってないと、蓋できないから。それだけ覚えておいてください。こういう感じ。このように引っ張って、伸びきったら、こう縮める。ここの部分ですね。こう、形を整えて、このようにします。これはここでいいかな。さあ、そしたらね、今回がこれ初のギミックじゃないかな。押し込むと、こうね、後ろ側に行くんです。仕組み的には、こういう風になるわけ。両方ともね、ロックがかかります。はあ。これで腕への合体準備状態完了。ボルトボンバーはこんな感じ。さあ次、ボルトパンザー。大二郎のトレードカラーはグリーン。これがさ、めっちゃかっこいいんだよね。すごい凝ってます。これをね、ごめん、今ちょっと奥に入っちゃったんだけど、ここに入れる、乗せて、こういう感じで入ってきます。2段階。ここまず気に入ったね。こういう感じ、すごい立体的です。さあ、デザイン見ていこう。このラバーパーツだね、今回もね。ここのキャタピラのところはプラスチックじゃなくてラバーパーツになっています。それからパンザーアーム。なんて言ってもね、これですね。これも問題なく稼働します。これいいよね。展開方法もしっかりしています。こんな感じ。さあ、それから、いろいろ見ていこう。裏側はこのようになっていますね。で、この辺のクローラー周りがね、今回かなりよくできています。で、ここもね、合体するときちょっと省略しちゃうから、一回合体準備やろうか。早速行こう。まず、ここら辺はちょっと後で説明します。このアーム、クローラーすごい。まず、こう、外に向ける。で、ここに1ギメのピンがあります。1ギメのピンを外したら、こっちに持ってきて、ちょっと引っ張る。この部分引っ張って、こう反転させて、元に戻すときね、押し込む。ここまで持ってきて、
さあ、そしたらね、ここ、左右を連結させるので、ジョイントがあるんです。こっちは受け。で、こっちに持ってくると。で、ちなみに合体するときに、ここのジョイントを使います。なので、これを下ろしておく。反対側も同様。こっちから見てみようか。こういう感じだね。で、ちょっと引っ張って、後ろに持っていく。で、回転させる。反対側か。こんな感じ。で、こっちはね、凸が出てきます。で、根元を押し込んで、こっちに持ってきて、ロック。素晴らしい。さあ、そしたらね、ここにカバーがあります。このカバーを開くと、こうね、中に入ります。こういう感じ。で、このコックピットを押すんだけど、一個注意したいのがね、ここ分割、二つのパーツになってて、これ押し込むと合体音が鳴ると。だからあんまり奥まで入れない。このコックピットを奥に入れて、一回ここで止まるんで、このままにしておきます。つまりね、これを押すと、ここがね、中に入っちゃう。あ、ごめん、こっちだった。これがね、変形させてる間に、ガシンって音が鳴っちゃうから、これを入れすぎないっていうことだね。で、元に戻すとき、ワンポイントアドバイスなんだけど、シルバーのパーツが見えます。シルバーのこの塗装のパーツを押し込むと、こうやってね、出てきます。見えてるかな。こう。だからこの状態にしておくといいですね。これでこう合体させると。で、合体状態こんな感じです。ちなみに天空圏の部分は、こうマグネットになってます。しっかりね。止まるようになってます。これを天空圏に使うことはできない。だからこれはこれで取り外すという感じです。あとはね、ここにスイッチがあります。で、ここが LED で発光する。で、合体してないときはね、ここら辺作動しない。といったところかな。あと、戻し変形するときにね、このコックピットを出したいというときに、この赤いパーツ、これがレバーになってるんで、これを引っ張ると、ある程度出てきます。で、ここから手動で引っ張る。んだけど、これもまた同様に赤いパーツ。要するにね、こう押して、こうやってやってあげるとすごくスムーズです。こういう感じでやるといいですね。ボルトパンザーはこんな感じ。さあ次、ボルトフリゲート。日吉のトレードカラーは黄緑です。ここにセット。これもね、重量感がありますね。全部のボルトマシンの中で一番でかいです。これもね、びっくりギミックいっぱいあります。裏側から見るとこんな感じ。ランディングギアしまおう。これね、今回コンバトラーの時にちょっと出し入れが難しかったんだけども、これは非常にスムーズです。引っ張る、ちょっと斜めにし、これをまっすぐにして、押し込んで、これで収納ですね。これやりやすい。戻すときも楽です。ちなみにサウンドギミックが仕込まれていて、これ、ね、足と合体したときに息切ると、こういう音が鳴るわけ。今回は両足鳴ります。こういう感じ。あ、これもね、省略する部分があると思うんで、ちょっとお見せします。今回ね、ここにアームがあります。連結アームがあります。これを収納。で、ウィング。こう、畳みますよね。さあ、これすごいんだよ。この環境の部分。この、飛び出てるところをソナーと言います。これを持って、でね、先に説明すると、ここスイッチになってます。下に倒しておいて、このソナーを押し込むと、これ見えるかな？これ、わかる？で、こっちで。スイッチでね、上に上げて、離すと、シャッターで閉じるんだよね。これめっちゃ感動した。で、下に下ろすと、一発展開。これやば。これめちゃくちゃ感動した。反対側も同様。ここね、破損しそうになるに感じるけど、しっかりしたパーツなんで大丈夫そうですね。反対側もお見せします。ソナーを持って、押し込んで、シャッターを閉じて、ボタンで操作し、ソナーを倒すと。はあ、これでね、完全に隠れました。さあ、そしたら、合体ジョイント部分は機首を押し込む。こうですね。で、
ロックジョイントがここにあって、合体させたら、こういう感じでね、縮めます。こういうことによってね、これをすることによってロックがかかるわけです。これでね、足への変形完了。ボルトフリーゲートはこんな感じ。さあ、そして最後、めぐみの乗り込む、ボルトランダー。トレードカラーはイエロー。両方ともギミックあるんだけども、右側に乗せます。少し奥まってるんでコツが必要です。でね、コロがいっぱいあるんで、このようにね、コロ走行できます。男は黙って、コロ走行。で、このコロの部分はね、ラバーパーツとなっています。でね、アンテナの部分がメッキとなっています。で、あとはね、おなじみの、ここを回転させると、メッキ製のね、ドリルが出てきます。こんな感じ。合体ギミックだね。まず、この中央部分は、マグネット接続。こういう感じ。で、あれですね。三つ目合う人々といった感じでね、こう下ろしていくと。で、ここにスイッチがあるんですよね。合体した時にコロが回っちゃうんで、こう上に持ち上げるとロックがかかります。戻す時はこれを押すと、カチッっていう音がしてね、回るようになります。上に押し上げた時点で、あんまりコロが回らなくなるっていうのがポイントですね。で、これを下ろすと。これはね、後でギミックあるから。で、反対側も同様です。こう下ろすと。これね、途中で、これを下ろしてる途中でやった方がね、僕はいいなと思いました。こう。あ、で、ごめん。さっきこっちね、アンテナ、収納してなかったんだけど、これのすごいのはね、ちょっとわかりやすいように、ちょっと開けようか。これ?合体してるときさ、何?コックピットがさ、ちょっと回るよね。で、ここにギアがあります。せーの。お分かりいただけただろうか。これね、回るんだよね。これめっちゃ感動した。ここかなり奥まってるんで、まあ、細かい用事とかそういうのでもいいし、僕は爪でもできたから、爪でやってます。はぁ、これめっちゃ感動だね。これで合体準備完了で、これが合体解除ボタンですね。これを押して、こう外すと。ボルトランダーはこんな感じ。じゃーん。さあ、そしたらね、5台のボルトマシンをディスプレイスタンドにセットしました。このディスプレイスタンドはボルテスチームたちの基地、ビッグファルコンを模したデザインとなっています。さっきのコックピットブロックもマウントできます。そして目を引くこの V の字エフェクト。これもね、でかくて迫力があります。あとは武器めちゃくちゃあるんだけど、とりあえず代表的なやつだね。なんといっても天空剣。メッキの刀身となっていて、V のマークのところはこのようになっています。これはね、取れないです。で、手に持たせるときはさっきのフル稼働の手首とか武器持ち手に持たせます。ちゃんとロックがあるので安心です。そして BGM。全部で5曲。まずは1。オープニングですね。2。ボア残軍総攻撃開始。3。このミュージックでレッツボルトイン。合体シーンが結構ありましたね。4。ボルテス絶対絶命。そして最後。天空剣!もうこのフィニッシュのサウンドですね。といった感じになってます。さあ、お待たせ!ボルテス5に合体させます!一緒に楽しもうね。というか一緒に叫ぼう。行きます!
ボルテス5だ。おー、もう言葉にならない、めっちゃ最高。重っ、この重量感いいね。こんな感じです。いいわ、本当に生きててよかったって感じ。上半身および頭部のアップ、この顔もめちゃくちゃかっこいいよね。合体完了後のみ発光するという感じですね。胸部、この中央部分が LED で発光で、この両側がボタンとなっています。サウンドギミックがあります。あとでね、ちょっとやっていきます。腕、可動手になってるところがいいよね。うん、フル可動は本当に素晴らしい。そして足、頭の高さまでで360ミリあります。かなりでかいことがわかります。さあ、そしたら次、前作のデラックス超合金魂コンバトラー V、 一緒に並べるとこんな感じ。いや、もう感無量だね。さあ、そして最後の比較はやっぱこれでしょう。じゃん、当時のボルテス5ですね。今年最後にあれを言おう。違うんだよ母ちゃん。今回のデラックス超合金魂ボルトインボックス超電磁マシーンボルテス5のレビュー、いかがだったでしょうか。これ欲しかったんだよなっていう人も結構いっぱいいると思います。なのでね、こう取り急ぎ、もう届いてすぐだったんだけどね、こうまあ遊ぶっていう感じで、レビューしました。こう一緒に触ってね、遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。いやー、もうパッケージもこの商品のギミック、サウンド変形合体トイということでね、もう大満足ですね。コンバトラー V も良かったけど、今回さらに、なんていうのかな、デラックス超合金魂ならではっていうね、ギミックが詰め込まれてて、とっても良かったですね。いやー、これね、2020年最後を飾るにふさわしいアイテムでした。もう正月はね、これで遊びまくります。そうして僕は大満足です。買って本当に良かったです。今回の動画、面白かったら楽しかった。一緒に遊んだ気になったよという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、トホー。おー、一緒に遊んだ気になったよとかね。あ、コンバトラーも良かったけど、ボルテス5も良かったねとか。他にも、今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。ガンガの刺激せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値憧れてた夢のトランスフォーム、若さの秘密基地。